ご自身の車にこのような南京錠がかかっていたら、電話番号が書かれたメモが貼られているかもしれません。この電話番号は近くに潜む詐欺師または泥棒につながる番号で、犯人は電話がかかってきたところで南京錠の取り外しに金銭を要求します。送金してやっと鍵の場所を教えてもらえるはずです。鍵のありかは近くであることが大半でしょう。犯罪者たちは無理に自分で錠を取り外そうとすると塗装に傷がつくことを理解しています。この場合の一番の対処法は即座に警察に通報することでしょう。さて、今回は犯罪者が標的に知られたくないいくつかの技をご紹介していきます。アクセス方法が数十年にわたって出回っているため、古い車は犯罪者たちの大好物です。犯罪者たちは古い車にはアラームがないということを理解しています。手動開閉式などで発信機も搭載されていません。楽に盗むことができるというだけで、犯罪者にとっては美味しい標的になります。20年以上前の車は危険信号すべてに当てはまると考えてください。これほど古い車であればそもそも大した価値にはならないだろうと思うかもしれません。しかし、泥棒が狙っているのは車のパーツ。古い車のパーツは皆さんが思っている以上に価値があるんです。適切な買取手に貴重なパーツを提供すれば、リスクを冒すだけの価値は十分あります。古い車の盗難を防止する簡単な方法としては、ハンドルロックの設置でしょう。ハンドルロックを設置するだけで、近辺で怪しい動きをしている犯罪者たちを思いとどまらせます。泥棒が車に引かれているのは必ずしも車自体ではなく、車内に置かれているものの場合があります。座席の上に置いてある iPad や他の電子機器がはっきりと目視できる場合は、泥棒にとっては楽勝です。素早く窓を割って物を掴んで逃げるというような面倒なことをする必要はありません。数秒の作業で数百ドルを手に入れられるときたら魅力的ですよね。貴重品はきちんと隠しておくようにしましょう。見つけづらいコンパートメントに入れておくか、おなじみのグローブボックスに入れておいてください。統計的に安全とされる地域の6人に1人の車の所有者が車内にスペアの鍵を置いています。人によってはこれが賢い措置であり、普段の鍵を家に置いてきてしまった場合には時間の節約になると思っているのではないでしょうか。泥棒たちは疑いのかけらも持たない地域を夜中に頻繁に徘徊しています。金になる鍵付きの車を発見する可能性にかけて全ての車両を確認しているのです。鍵に関しては常に慎重に扱いましょう。公共の駐車場はお値段が高い上にかなり広いエリアに広がっていることがあります。また端の方でこっそりと身を潜め、監視カメラから最も遠い場所にある車に目を走らせる泥棒たちにとっては近郊のような場所です。このような巨大な駐車場では一般的にきちんとしたセキュリティが整っていません。そのため店舗に近いベストな駐車スペースを探してください。牽引や逃走がしづらいように車を止める方法が存在します。フロントを内側に向けて、電灯やガードレールなどの障害物が間に入るように駐車してみてください。通りに駐車した場合、タイヤをカーブに向けて固定させ盗みにくいようにしましょう。車両盗難のプロのコミュニティが存在すると言ったら皆さんは信じますか？泥棒には個々に得意とする車種やタイプがあります。泥棒はこの情報を他の泥棒と共有し、自分の経験では盗むことができない車に遭遇した場合、この情報を他人に流すことで見返りを得るのです。車の盗難防止アラームは泥棒にとっては有効的な障害となります。ご自身の車は少し古すぎるということであれば、フェイクのステッカーを貼っておきましょう。ステッカーを貼っておくだけで素早く車を吟味する潜在的な泥棒たちに対して抑止効果があります。ほとんどの人は安全を守る革新的なテクノロジーを備えた新しい車種は安全だと確信しているでしょう。しかし、新たな洗練された車両盗難方法も存在するわけです。車のキーレスシステムはキーホブとスマホのみを駆使した単純な処理で機能します。短距離信号を使い、持ち主が車両にアクセスしエンジンをかけることを可能にしています。リレーアタックと盗難の手法ではペアで機能するワイヤレスの送信機を利用します。
一つ目の送信機を車の持ち主に近づけ、デジタルキーにつながる信号を受信。その後送信機は信号を目標の車両にリレー、つまり中継します。目標車両の近くに立っている仲間がこの中継信号を読み取り、車のキーが電波の受信範囲内にあると車に錯覚させるのです。泥棒が車内へ侵入したら同じように作業を繰り返し、簡単にエンジンをかけられます。この後は新たなキーホブに反応するようにプログラムを書き換えるだけで OK です。同じ手法でドアを開け、車内の貴重品を盗むことも可能です。アラームを鳴らしたり窓を割ったりせずに、お目当ての品だけを盗み取ることを実現してくれます。新しいモデルの車は診断プログラムを利用して騙すことができます。過去10年これらの技術は全ての車に詰め込まれています。同じ技術とソフトウェアをコピーしているため、読み込みが簡単で脆弱です。コンピューターの専門家であればキーポートに接続して車両のソフトウェアを起動し、泥棒の空のキーホブにプログラムし直せるデバイスを簡単に開発することができるでしょう。このような新世代の不安を解消するためには、公共の場所に車を駐車する際に注意が必要です。ロックが機能していることを音で確認して、サイドミラーから特に異変がないかどうかを確認しましょう。夜家に鍵を置いておく際にはアルミホイルに包むか、電波妨害ボックスに入れ、就寝中にハッキングされないように対策をとってください。あるいは使っていない時にはただ単に電源をオフにしても構いません。テクノロジーが進化し続けるにつれ、電子機器も発達し続けています。車のロックやエンジンがけにとどまらず、車自体の制御も可能になるでしょう。このような革新的な技術に伴い、車両へのアクセスを得るための新しい高度な手法も生み出されています。このような事態に対抗するために、すべてのソフトウェアをアップデートし、単純な 1,2,3,4,5,6 以上のパスワードでエントリーコードの安全性を高めましょう。泥棒は古い車を好みますが、キーレスカーの盗難も飛躍的に増加してきています。現在盗難車の多くがキーレスカーです。泥棒たちはすぐそばにある新時代の車両に適応する方法を素早く生み出しています。新しい車両向けの保護措置は存在しますが、長期的な解決策ではありません。新しいモデルの車を購入する場合、安全対策に対してオープンな姿勢を持ちましょう。皆さんのスマートカーの安全性に将来どんな危険が待ち受けるのか分かったものではありません。ベビーモニターの購入を考えても良いでしょう。カメラは後部座席に隠してください。急な侵入に対する警告をしてくれるお手軽な監視システムとして機能してくれます。点火装置のショートは古い車の盗難で主に利用される方法です。ということで、オフスイッチを車のエンジンに設置してください。専門家に依頼すれば車の複数の場所に設置することが可能です。確実に電力が点火装置に届かないようにして、泥棒が車を盗んで走り去ることを防止してくれるでしょう。取り外し可能ハンドルを設置し、車を使っていない時には持ち歩くようにしてください。泥棒はどれだけ技術に自信があってもスペアのハンドルを持ち歩くようなことはしません。ハンドルのない車で一部の泥棒を抑止することができるでしょう。ハンドルロックもおすすめです。ハンドルを完全に覆い、古い車に使うようなホイールロックと同じような機能を果たしてくれます。ハンドルを取り去ったとしても長時間の駐車は危険な場合があります。タイヤロックは効果的な選択肢と言えるでしょう。設置にはかなりの時間を要しますが、車に乗って走り去ることができないため、素晴らしい盗難の抑止策となります。短時間で車内に侵入し逃走する必要があることを考慮すれば、泥棒には車内の探知機を探すような時間はありません。古い車はテクノロジー面で欠けていますが、楽に手に入れることができます。車内への GPS トラッカーの設置は難しくありません。ものによってはスマホより小型です。トラッカーを設置することで所有者や警察が盗難車を探知することができます。米国では36秒ごとに1台の車が盗難の被害に遭っています。盗難車トップ10はダッジピックアップトラック、ホンダ CR-V、トヨタカローラ、GMC ピックアップトラック、日産アルティマ、トヨタカムリ、ホンダアコード、ホンダシビック、シボレーピックアップトラック、
フォードピックアップトラックです。2020年の車の盗難被害はおよそ74億ドルと推定されています。10年で最も高額の被害額で、さらに悪化することが予想されています。泥棒の標的エリアに当てはまる車両の範囲を考慮すれば、ほぼ全ての車両が潜在的な標的になり得ることは明白なのではないでしょうか。皆さんの車は大丈夫ですか？